はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。ですね、こういうニュースが流れ始めましたね。これは21日のお昼12時16分ですけども、彭さんイベント参加か、中国市幹部が動画投稿という、今日いくつものメディアで出てるんですけど、私はこれ時事を見ています。北京時事ですね。中国共産党機関紙人民日報系の環球時報の胡耀新編集長は21日、中国の有名女子プロテニス選手彭帥さん35が同日開かれたイベントに参加したとする動画をツイッターに投稿した。彭さんは中国共産党最高指導部メンバーだった張高麗、前筆頭副首相75との不倫関係を告発後消息不明になっていたと。いや、えらいこっちゃみたいなんで、大坂なおみ選手とかもね、いろいろね、どんなんやってんのって心配やわとかって、で、あれですね、テニス協会はですね、はっきりせえへん限りは中国でツアーせえへんでとかって言ってますし、で ICO はもっとこの件を正せと、調査を要求せえというふうに言ってました。昨日というか、20日ですか、20日あたりはですね、大騒ぎになっていましたね。世界中で大騒ぎになって、またアホなことしてんなと思って、ほんのも素直にごめんって謝って、このじいさん、ラジオのじいさん更迭したらそれでええことやんという、それだけの話だったんですけども、それがですね、彭さん自体が行方不明になって連絡取れようになって、でなおかつその変なメールが来たんですよね、そのテニス協会に。明らかこれ本人ちゃうやんと、映画にもね、嘘くさい、あれは握手でしたね、嘘くさいメールが来てですね、うわーっていう話になって、もう世界中がその話題でですね、盛り上がるというか、関心を集めて、どうなってんね中国はって、また人権蹂躙やってんのかという話で、20日の土曜日は世界中がまあ盛り上がってました、盛り上がったというか、もう騒いでました。で、21日金曜日ですね、の昼になって、これが出てきて、こういうツイッターができた。へぇーという感じで、ほんまかな、嘘かなと、タイミング良すぎるんですけどね、もうちょっと行きましょう。彭氏、これ、ポン・シュアイ、北京語でポン・シュアイというそうですけど、まあ、日本語で行きましょうか、彭氏。彭氏は、胡氏は、胡氏ってのはこの、何やったかな、あれですね、環球時報の胡耀新編集長、胡氏は彭さんが21日午前に北京で行われた青少年、テニス青少年向けテニス大会決勝戦の開会式に姿を現したと英語で投稿、環球時報スタッフが撮影したという動画は、来賓紹介の場面で司会者に名前を呼ばれた彭さんが手を振る様子が映っている。まあ見てませんけどね、私は。でもほんまかいなという気はいたします。中国でツイッターは通常閲覧できないが、ツイッターなん、ウェイボーと違うて、なんかザーソらしい、いかにもザーソらしいですね。胡氏は彭さんと友人らが20日に食事した際に撮影したと主張する動画も投稿。彭さんの境遇をめぐる国際社会の懸念を打ち消す狙いと見られるが、彭さん自身の発言は収められていないということで、この時事は終わっています。まあ一応貼っときますね。まだ何がどうなってるかようわかりません。この動画はですね、22日月曜日の朝出るようにしておきますけども、その時点で状況が変わってるかもしれませんけどね。この新たにですね、この彭さん、ポン・シュアイさんの消息が分かるような何か情報が出てきてるかもしれませんね。そうあってほしいですね。で、無事なお姿が見られて、なおかつご本人の自然な発言、
が聞かれるようになればですね、ほっと皆さん胸をなで下ろすんではないかなと、そうあってほしいと世界中の人が願ってるわけですけども、そこまでいけるかなという気はいたしますね。そのもうすでにですね、発言があったんはですね、今月の初めですよね、2日とか3日ですよね。でその後いなくなって、おらへんやどうなしたんやこわんって、で騒ぎ始めたんが、騒ぎが大きくなったんが先週ですか、15日、まあその直後からね、いろんな話が出てましたけども、で本格的に騒ぎになったのはそのあたりですね。で、このこういうツイッター、10億の方でツイッターできないけど、ほんの一部の方々はできるんですね。これは大概世界にへの発信向けにできるようになってるんです。ずるって感じです。あのツイッターを許してしまうとね、ツイッター上共産党に都合の悪い情報があふれることになって、それを中国人一般が見てしまうとですね、いかにもそれ都合が悪いわけですね、共産党にとっては。なんでツイッターを禁止にしました。でその代わりウェイボーというのをですね、中国版ツイッター、まあ中国巨大なイントラネットですから国内のその中でツイッターをできるようにして、そこでまずい発言があるとですね、この放射の発言もあのウェイボーで出たらしいんですけど、発言があるとすぐさま消去を、強制的に消去をしてしまうと、いうことになります。でそれを見張ってる人がですね、何十万あるいは100万人以上いるんちゃうかと言われてます。五毛党と言われるんですけど、最小単位が五毛なんです。日本でいくらでしょうね、その6円か7円ですかね、8円ぐらいですかね。その8円 一件8円とか9円で受けようわけですよ、チェックと削除。それは五毛党と言われるらしいですけど、そういう人たちがもう人力で見張ってるわけですね。そこまでして、人民の自由な言論を封じ込めたいというのがですね、中国でございまして、でこのポンさん、ポンシェイさん、ポンシュアイさんのいうようなこういう発言は困るわけであって、ただ出てこられたかもしれない、本当に出てこられていればですね、これは世界中がポンさんの消息を伺ってですね、どないやってんねって言うたのがかなり影響してると思います。もしそうならね、うまくこの五体満足でですね、また皆さんの前に出られるテニスができるということになればですね、それはかなり世界中のメディアがですね、ギャンギャンと報道してですね、IOC 何やってんのお前みたいな、でテニス協会もそんなやったら中国で、ね、ツアーせえへんでとかって言う手騒いだのがかなり影響してるんちゃうかと。もしそうであればですね、これからもっと騒ぎましょうよみんなで。こういうことがあったらギャンギャン騒ぐんですよ、俺どうなってんねんと。そしたらその人をあるいは救出できるかもしれないですね、今回彼に救出できていたとしたら。しかしまだ分かりません。このホーさんがですね、ポンさんがですね、このままチラリチラリとしか現れなければですね、完全に当局の管理監視下に置かれてるって、自由がままならんし、多分出国もできないんですよね。であれば救出できたとは言い難いね、なんとか命だけは救ったかなという感じではありますけども、こう成り行きを見守りたいですね。本当のところはどうなのかって、まあだんだん分かってはくると思います。ただどんな形にせよ、以前のように自由に発言はできる状態にはならないんではないかなという気がしますね、あるいは出国できるんかなという気がします。外出てね、もう帰らへんつもりでいろんなことをこう喋ってしまうかもわからんでしょう、特にもう有名人ですからね、政府の要人とかね、高級官僚とか高級軍人とかよくアメリカへ亡命してるんですよ。でもその何を喋ったかなというのは公表されませんから、そんなもん、それは情報ですから、こうアメリカが何を知ってしまったかということは全部こう公開しないわけです。多分ね、今流行りの C もね、アメリカはいっぱい知ってますよ、でオーストラリアもいっぱい知ってますよ、でも後悔しない。まあそれは置いといてですね、このポンさん、これからどうなるのかって成り行きを見守りたいんですけども、西側の人間はですね、メディアはゴングどんどん騒ぐべきだと思いますね。ほんでこれを恒例にしてですね、この先こういうことがあればですね、ギャン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 みんなで騒いでどないやってんねんどないやってんねんって言えば、その人のために少しは役に立つかもしれないなと、今回のこの一連の流れを見ているとそういうふうに思いますね。
だからこういうこともですね、決して無駄ではなかったのかもしれないというふうに私は思います。これからもっともっと露出してほしいですね、このポン・シェ・シュアイさん、ポン・スイさん、ホン・スイさんですか、ホン・スイ、この日本で使わない字ですね、このホンっていうのも、スイという字も前は、ということでございまして、この時事.com も貼っておきます。はい、どうもありがとうございました。